ローテニスファン、リコです。ここからが本番です。はい、今は0対2ですが、はい、もう今後がないという状況なんですけども、はい、あと3勝すればいいわけでしょ。そうですね、はい、うん、まだ負けてないんだからそっちはね、はい、まだですよ、はい、うちのリコにお任せください。はい、私シングルス激弱問題出てますが、私一応じゃあここで、はい、そのイメージを払拭して変えていくっていう。はい、そうですね、高校の時はシングルスでインターハイ出たことあるんですよ。はい、まだ佐伯さんはインターハイは出れませんので、はい、ガチで、はい、勝っていきましょう。勝ちに行きます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。怖いよ。ぐわー、死ぬ気で勝ちに行きますね。チーム2つのメンバーとしてインカレ3位っていうことですごいお強いんで、チャレンジしていきたいです。はい、スタテニグッズ販売中、詳細は概要欄へ。さっきの試合でも、先ほどの試合でも結構高尾プロのアドバイス結構良くなったりしてるので、今回もまた心強いですね、すごい。はい、楽しんでいきたいと思います。じゃあピッチお願いします。はい、アップで、はい、ラフです。サブで、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。後がないのか。はい、ファーストゲーム、じゃあお願いします。お願いします。うわ、いや、そうそうそう、おほほ、今みたい下がらない方がいいからね。やばい、エンジンかかってきた。慌てないで前行く。よいしょ。そういうことか。ファイト、タカ。ちょっと最初の2本きっちり相手見て落ち着いてできてるので、まあ、このゲームはきっちり、まあ、行きたいです。はい、きっちりブレイクしたいです。アウトです。ナイスサーブだ。ありがとうございます。ブレイクポイントなんで、ここはきっちり1本で仕留めたいです。あると、なんか沢木さんだんだんペースが上がってきちゃう。入るのショックして結構いい感じ。うん、うまくポイント取ってるときは、はい、ポイント感を逆に短く、うん、はい、短くしてスピーディーに、うん、スピーディーにスピーディー、その方が流れを手放さないからね。自分が落としてるときはちょっとゆっくりいってもいいから。はい、それちょっとワーストゲーム取れたんで、次きっちりキープして、まあ、ありがとうございます。有利に持っていって、次チェンジコートできたらいいです。すいません。バックハンドのクロスのラリーが長すぎる。自分からダウンザライン行って相手を動かしていく。ずっとクロスラリー、クロスラリー、クロスラリー、そしたらストレート打つ、自分ミスする、走らせられる。クロス、クロス、3球目ぐらいでは走る、走る、そう、動かす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 。まあ、ただ返してるだけになっちゃってました。で、スライスの方は苦手だと思われてると、はい、チョンってそこ打って、
そこもう一回スライスでもいいからピンって返してバックの展開になるように組み立てる。はい、レッツゴー。確かに攻めるぞっていうところを見せていかないと、ね、どんどん押されてる。1-0。それは自分が決めることや。うわ、すごい来た。ファイト。完全に弾かれてる。耐えそう。30-15。行きましょう。ちょっと待って。ファーストが良すぎる。ありがとうございます。ちょっと今さっき高尾さんにアドバイスいただいたことを意識して、打った後に戻りすぎないっていうのを意識して、結構良かったんで、それ続けてここ1本でまた取りたいと思います。サーブが想像以上に速くて、小学生とも思えないんですけど、いつもの当て返しできますわ、もう。対象。今のも良かったですね。サーブがボディにちゃんと食い込んでくれたんで、そこは結構有利に持っていけたと思います。飲むで。はい、ショー。ドロップ打ってる。やばい。走れるっていうのも分かってきた。いきました今の。いや、完全に逆疲れてる。完全にやられてる。もう支配されてる。この展開やっぱ攻めていかないと取れないですね。ありがとうございます。あると、あー、ごめんなさい。ありがとうございます。よっしゃ。今のは結果いいところ行ったんですけど、そのあまりライン際狙わずに無理せず行けたんで、まあ、こんな感じでセカンドとかリターンから攻めれるとこあったら積極的に攻めていきたいと思います。両手打ちなんでどっちに来るか全然わかんないんですけど。あ、すみません。ありがとうございます。よっしゃった。うわ、ギリギリやな。リコちゃん、サーブいいな。あ、サーブいいです。ね、テンポがいい。よし。おぉ、めっちゃ集中した。よっしゃ。めっちゃ集中した。ナイスキープ、ナイスプレー。いやー、ナイスサーブ、素晴らしい。今のサーブゲーム良かったね。はい、ファーストの確率が、ね、ほぼ入ってるね。
フォアの展開からも相手走って最後フォアでこう決めたやつもちゃんとその決める前のボールがいい、組み立てがいい、入りがいい、サーブが入るとリズムが良くなるからさ、勢いがこっちに来るんだけど、はい、セカンドサーブが打ちすぎるとどうしてもディフェンスから入んなきゃいけないから、まあ、そういうところを気をつけなきゃいけないよね。このゲームが最初さっきできたら、はい、って思うけどまだ終わってないから、はい、切り替えて集中、はい、相手のナイスプレーだからそれはもう仕方がない、ね、気持ち切り替えてすぐ次、はい、次の自分のサービスゲームの1ポイントの2ポイントの入り方よ、最高、はい、いいゲームだったね今 ね、 ねナイスキープ。21よし、おチャンス、あれ入ってたきついですね。いる、あ、一本ずつ一本ずつ、はい、ラブサーティー、はい、セカンド、あー力んだな、おいしい、ちょっと珍しく今リターン攻めに行ったんですけどちょっと力んじゃいました。危ない、あれはほぼほぼ取れない、マジここ一本チャンス、いや、 やっぱ前警戒しといた方がいいですね、こんな来るなら。いいパターン、はい、すいません、おおおおおお、どうしたんそれ今の、あんな私できるフィギュア、いや真似してみました、ドロップショット。ひゅっ、やられたらやり返す。いや今のゲームはやっぱ自分の簡単なミスと攻めた時のミスが多かったんで、次はまあきっちり入れるように足使っていきたいと思います。あっさ。よっしゃ。今のは、まあ、きっちり冷静に対応することができたので結構良かったと思います。あと、あ、1個前か、1個前、ストレート行くの1個前やったな絶対。行きます、あ、
ナイス、互いナイス。いい展開じゃないですか。動かしてるよ相手を。よしよし、最後ちょっと反応が遅くてやられましたね。うわやばい。あー、動かした。どうした今。スイング止まったで。次きっちり一本にしてみたいです。怖いよ。ぐわー、ナイス。あー、動かされた今。遅すぎる、足が。まだ、いや、でも内容はね、良くなってるんですよね。チャンスはあるんですよね。ドロップショットに追いついて、はい、今のもそうだけど、バックの一回ここ吹かしたね。なんか当たり悪かった。合わなかったです。合わなかったね。でもバックで自分からストレートに打つ回数が圧倒的に増えてるから、展開的にはこっちなんですよ。はい、今耐えてる時間が長いって思ってるから、そこ取られたから、まあでもこれでまたプレッシャーかかるんで、はい、次切り返し。十分ドロップショットは相手の頭にあるから、うん、もうあまり打たない方がいいと思う、うん、自分でポイントも取れてるけど、自分で自分のリズムを崩してることもあるから、うん、そういう時はもうそれを打ちたくなる気持ちを抑えた方がいい、うん、はい、通常に打つボールでも十分威力があるからね。はい、特にポジションが後ろの時はしない方がいい。はい、うん、3-2。はい、ファースト。ファイト。すいません、すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。あー、一緒。今のポイントは結構なんていうか、相手を崩して2本目で決めるっていうのができたので、ここあと2本続けて取りたいです。すいません。入った今。ありがとうございます。残念。入ったよ。無念。ありがとうございます。チームスタテリのメンバーになりませんか。僕の特別レッスンを配信中です。はい、ということでただいまの結果2-4で沢木さんの勝利です。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。途中惜しかったね。 0-2 からの 2-2、 ここのバックちょっとミスして、どうでしたか。いや、今日
まあ、私シングルス弱すぎ問題言われてるんですけど弱すぎ問題から午前中に練習で教えていただいたことを、まあ、少しは試せたので、うん、もっともっと成長していきたいと思います、うん、あれね、もうちょっと我慢されるとね、はい、結構嫌なのよ、うん、ちょっとバックのストレートが早いやっぱ、ね、多いんだよね、うん、でしかも高さが変わる中で打たなきゃいけないってなると、はい、もうストレートに打つんだったらこの大体自分の高さを決めといた方がいい。この高さに来たらストレートは打つ、はい、打ってもいいっていう、それ以外のところに来たら打ちたくてもクロスっていう方が相手としてやっぱ嫌なの、はい、うん、そうやってフォアにも走らされちゃうから、うん、カウンターを打たれてね、はい、うん、佐々木さんどうでしたか。そうですね、まあやっぱ、まあ、さっきのシングルスでその自分が打った後に後ろに戻りすぎて、うん、浅い球に対応できなかったりそういうことが多かったので、まあ、それあの高尾プロにアドバイスいただいて、まあ、その部分を重点的に気をつけてやりました、うん、だからボールどんどん良くなります、ね、そうですね、やっぱり攻撃できてる時にはいいボール打ててる時には相手が例えばスライス面になっててだったら深く来る可能性あるけど、うん、やっと取った状態だったら浅くなる可能性がやっぱ高いから、うん、例えばスライスだとしてもね、だったらもうあまり下がらずに、うん、もうその場で待っててすっと早めにボールの落下地点に行けた方が相手の時間を奪うってすごい大事だから、うん、はい、今はまだ小学生同士のね、あの試合が多いからそんなに時間を奪うっていうことを相手はしてこないけど、うん、どんどん今度レベルが上がっていくと相手はネットにも出てくるし、うん、浮いたボールをボレーカットしたりドライブボレーしてくる選手がどんどん増えるから、うん、それが今度できるようになるとね、うん、よりいいと思いますね、はい、ちょっとドロップショットに手こずったか、はい、でもあのリターンでドロップも、ね、ドロップショットか、ね、なんであそこにあれやろうと思ったの。いや、なんかひらめき、いや今までドロップショットとかやったことない、やったことないでもやられたからやってみようかなと、うん、あ、なるほど、ね、たまたま成功しちゃったんだね。そうかそうか、いや素晴らしいアイデアでしたの場面では、はい、じゃあ次の試合ははい、リコと川村さん、川村先生、川村先生、はい、やっていきます、はい、まだ続きます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、本日もプリンスさんのラケットを紹介していきたいんですが、はい、どうでしょうこちら。かっこいいね。かっこよすぎますね。気分上がりますね。プリンスさんとハイドロゲンさんのコラボ、まあ、今回一段と目立つ、ね、目立つね。いや、かっこいいですよね、やっぱ、まあ、ちょっとあの青い方のモデルがですね少しペンキを散らしたようなデザインになっているランダムというランダムについておりまして、少し花柄のような、はい、レディマリーと言いましょう。レディマリー、レディマリー、 おしゃれだよ、名前もおしゃれということで、まあ、やっぱ注目はやっぱデザインなんですけれども、うん、基本のスペックはビーストシリーズですね。こちらの100インチの、ラケットがまあベースになっていて、はい、ちょっとこちらはですね海外のそのビースト、日本で販売されているものとは少しだけ仕様が違うんですけれども、ラインナップも、こちらのランダムの方がですね 300g と 280g、うん、こちらは 280g と 265g ですね、はい、いうところなので、なのでこれとこれの280は両方あるんですけど、これ全くの色違いということで、リコなんかはこれは、はい、私ピンク大好きです、ね、僕もねピンクが好きでした。あ、そうなんですか。まあ、ハイドロゲンさんといえば、まあ、そのイタリア の、はい、あのまあ、ハイブランドですね。もちろんですよ。もともとそのイタリア の、 あ の、 そのデザイナーの方がですねテニスプレイヤーだったということ で、 あの、まあ、こうプリンスさんとテニスのコラボが、うん、始まっていたラケットまで出した、はい、ということで、今回なんとラケットだけではございません、はい、何これラケットのランダムのカラーがベースとなりました。これで会場行ったらやばいね、どこにいるか一発で分かっちゃうの。そうですね、ちょっといやこれで小野田さんこれ担いで試合行ったら、いやちょっと正直相手帰りたくなっちゃいますそれにこれ使うみたいな、て出てきてうわおしゃれで、レディマリーのレディマリー、レディマリーの方もこっちも、まあ、かっこかわいいと言いますか、うん、黒をベースにいいじゃないですか、黒ピンク、はい、通勤カバンに、うん、よろしいんじゃない、はい、ちょっと待って、なんこれ鳥がいる、え、お、ほんとだ、取っ手のところに鳥が、鳥がいらっしゃいます、かわいい、ちょっとしたおしゃれ、はい、それもそれで、これもこれで、あ、ちょっとなんか違う、花が、花が、はい、ついてる、ロゴがちょっと違う、まあ、おしゃれブランドですから、はい、そういうところにこだわった商品ということで、うん、ということで、はい、まあ、ぜひとも手に入れたい商品ではないかと思うんですが、うん、はい、
なんと今回非常に数が少ないとか超限定と超限定超限定何本かお伝えすることちょっとできないんですけどグリップサイズとかの問題があるので、例えばそのグリップ2のこれランダム欲しいみたいな形とかグリップ1のレディマリー欲しいとかそういうピンポイントの多分皆さんオーダーになると思うんですけど、うんうん、そうすると本当に感覚的には少ないですねじゃあちょちょちょ少ない感じでございますので早めにちょっと興味持った方チェックいただければと思います。でですね、プリンさんの国内 の, あのオフィシャル代理店の方からあの購入するとですねこのドクロのステンシル の, あのシートですねなのでこれが再現できるとなるほどいうところと保証書もついているなるほどというところでぜひともプリンさんのオフィシャルショップなどなど、はいでご確認いただければと思います。はい、小野さんもこ れ,、まあ、これですかねしばらくですねハイドロゲンファンとしては、はいそうですね。そうですね。使います。はい。ということで皆さんぜひこの商品チェックしてみてください。はい、そして今ならなんとランダムとレディーマリンのバッグプレゼントしております。ぜひご応募ください。オンラインテニススクールチームスタテニ。チームスタテニではここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。だけじゃない。必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。